ナンワーバナナのうちのドワーフナンワーのフイジバナナがフイジではないドワーフナンワーバナナ、苗よりおそらくだいぶ先に人気が出て、ドワーフナンワーといえば斑入りバナナを指していた方が多かった時代があったんですね。今から十数年前だと思うんですが、それで斑入りではないドワーフナンワーバナナ苗はおそらく新潟県のチョロさんは仕入れていたと思うんです。旧那覇バナナ園さんにはそれはなかったように思いますね。そして沖縄の方たちも南和バナナという用語をほとんど知らなかったと思います。ところが旧那覇バナナ園さんで「ベジタブルバナナ」として南和バナナの糖度計のものを販売していましたので、私が沖縄での4年間のバナナ栽培生活をやめて和歌山県に戻ってきてからですね、ベジタブルバナナというのはちょっと名前が良くないのではないかと思いまして、まあ、この辺の消息についてはすでに東方の現在はエヴァーノートで作っているブログで幾度も書いてきたことなんですが、ドワーフ、例えばこれはドワーフ系で、左の方に見えるのは南和系のアイスクリームバナナ苗として一般には知られているものです。このドワーフとトールでは背丈がだいぶ違うわけなんですね。草丈がですね、だいたい最終的な高さでいうと最低 1.5 メートルから2メートルぐらいまでは違うと思うんですよ。特に沖縄あるいは南西諸島で露地栽培しますから、そうするとトールとドワーフの背丈草丈の違いは一目瞭然なんですね。それでベジタブルバナナというのをやめて南和バナナと言った方がいいのではないか。そうすると昔からバナナに縁があって南和バナナというと不意ドワーフ南和を思い浮かべる人たちが少数はおられたと思うので、ベジタブルバナナを通る、ベジタブルバナナの草丈を意味する通るをつけて通る南和バナナと言ってドワーフ南和バナナと区別する方が良くはないかと私の方で考えたんですね。で、あと、トール系の斑入りというのは、まずないと思いますので、初期のストレス斑が出ることはあるかもしれませんが、いずれ消えていきますのでね。ドワーフナンワの方は、ムサドワーフナンワ
ワリアガータあるいはゼアリアゲイティッドといって、フイリは未だに人気の高い品種ですよね。出るとほとんど落札されていると思います。それで、トールという名前をわざわざ、名前じゃない、形容句をですね、わざわざつける必要はなかったところ、旧那覇バナナ園さんがベジタブルバナナとして、ある人たちの間に苗を広げて、私が和歌山県に戻ってきてからのバナナ苗出品でもベジタブルバナナというのは人気がありましたので、私が体感越冬性がある云々を喧伝しましたので、それで、トール系とドワーフ系、というふうに一応草丈から区別する方が一般のアマチュアバナナ愛好家には分かりやすいんじゃないかと思ったんですね。この通称アイスクリームバナナ苗もトールナンはトール系のナンはバナナです。他に日本大国のある人と日本で複数の人たちがだいぶ薄膜系のアイスクリームバナナということで苗代を稼いだと思うんですがね、本来アイスクリームバナナというのはクーアイブルージャワ、ブルージャワのジャワはジャワ島という意味ですね。で、ブルーというのはじゃあ何かということで、果実の皮が一時期銀箔色みたいになるので、それをブルーと言っただけの話で、シルバー、あるいはシルバーホワイト、と言ってもよかったんですが、シルバーに関してはですね、別にこれまたややこしいことなんですが、旧那覇バナナ園さんで銀バナナと言って苗を販売していたものですから、いろいろな混乱がそこから起きてしまったんですね。ですから簡単に言うと南和バナナで全部南和で、南和は南和だということでいいんですが、せめて草丈でトール系とドワーフ系と分けたらどうだろう。その上でいろいろな名前がついてますから、あだ名です。名前っていうのはあだ名ですよ。アイスクリームさんとか銀さんとかですねまあそういう名前が、名称が違うとね、別なバナナ苗だと思う人たちがいるんですよ。どなたかが四国の方の方だったと思うんですが、違いを確認するためにアイスクリーム、南和家のアイスクリームバナナ苗と、それから、トール南和を並べて植えてみたと。そうして、草子から、それから味覚から、どうしても違いがわからない、というようなことを書いておられましたが、それは同じものですから、違いを分かるなんていうことは誰にもできないことなんです。あだ名が違うだけですよ。父親をですね、パパという人もいれば、お父ちゃんという人もいるでしょ。かといって、
パパって言うとある男性が現れてきて、お父ちゃんって言うと別な男性が現れてきてとか、そんなことはありませんね。ですから実態は違わないんです。名称あるいはあだ名、呼び名が違うだけなんです。同じものは違いを探しても見つからないということですよ。まあそういうことを苗出品の時に書いておられた人も当然知ってるんだと思うんです。よく知っておられる方だとは思うんですよ。でも一般の人にとっては違わないのかという驚きがあるかもしれませんね。違ってないものを違うように思わせてしまうのは、いろいろなあだ名をつけて別な苗として販売すれば、あだ名がある分何倍も売れるからですよ。島バナナを何種類かのバナナ、ね、あだ名で販売出品される方もおられますし、アメリカでは何十種類、同じバナナだよ、何十種類ものあだ名で出して人稼ぎした人たちも、人もおられる、おられたということですから、まあそういうことに惑わされずにですね、形態、バナナ苗の形態と、それよりも何よりも味覚ね、果実を食べた時の味覚、それで同じものか違うものか判定できるようでないとバナナ栽培者とは言えないんですね。携帯を見てもわからない、食べても味覚音痴でわからない、これではね、バナナ栽培に関わってるとは言えないと思うんですよ。今撮影している沖縄からこぼれ種から発芽した苗を家内がすくい上げて持ち帰ったものが結構大きくなったんですが、まあ姫椿と言ってもいいですし、沖縄でのようにイジュと言ってもいいでしょうし、でも何と言おうとね、学者があれやこれやに細分類、細かく分類しても、私にとっては例えばですね、毎年この季節にこの花を見れればそれで満足なんです。これが何という花、花木なのか知らなくても、私はこの花を見て楽しむことができるんですね。それと同様にバナナだってですね、食べれば美味しいものは美味しいんだし、まずいものはまずいんだしね、美味しいものを楽しめれば私にとってはそれでいいんですよ。名前が何であろうと、あだ名が何であろうと、私にとっては関係ないことです。食べて胃袋に入ってから、銀バナナとアイスクリームバナナを識別区別してやろうなんて、そんなこと考える必要はないんですね。あるいは白無垢系か南亜系か、胃袋の中に行っても違いが分かるように研究してみようなんて、馬鹿げたことを考える必要はないんですね。まあ以上、いろいろな、例えば学名であろうがね、何であろうが、誰かが、人間がですよ、誰かが考えただけなんです。名付けただけなんです。
学名だから権威があるとかそんなことないですよ。言葉は言葉ですから、実態を表すものではないんですね。なと形ということをインド哲学ヨーガなどでは言います。な、ナーマと形、ルーパ、ネーム&フォームです。英語で言いますとね、ネームが違ったってフォームは一緒ですよ。トールとかドワーフと言わなくたってね、背の高いのは背が高いんだし、背が低いのは背が低いんだしね。しかしその草丈が違うから、アイスクリームバナナとドワーフナンワーと、あるいはトールナンワーと私が言い始めたものと味が違うかと言ったら全部一緒ですよ。おいしいおいしいデザートバナナですよ。その区別を分かるようにしようなんて考えなくていいんです。食べて美味しくて健全な体の維持に役に立つならそれでおしまいです。銀バナナだろうがアイスクリームバナナという名前だろうが、トウナンワという名前だろうが、名と形にこだわるようではまだまだ人間として成熟していないということですね。